さんエキスポ2013にご来場いただきましてありがとうございます。ではこれより時空感謝会みんなで作る未来の生活と題し、東京大学空間情報科学研究センター教授柴崎亮介様にご講演いただきます。司会は DJ 太郎さんです。それではよろしくお願いいたします。どうも皆さんおはようございます。本日はですね、ようこそ G 空間エキスポ2013へお越しいただきました。私今日一日のですね、こちらのメインステージのナビゲーターを担当させていただきます DJ 太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。いいお天気になってよかったですね。楽しい一日にしていきたいと思います。今日はですね、私も皆さんと一緒にこの一日、その G 空間社会というものについて、いろいろとですね勉強しながらお話を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で今日はね、一日このステージでもたくさんいろんなことやるんですね。そこで、今日のステージどんなことやるのかというのを簡単にご紹介させていただきます。まずこの後すぐですけど お届けするのが G 空間社会みんなで作る未来の生活です。G 空間社会という言葉はですね、普段あまり耳にしないと思うんですが、皆さんが快適に過ごすことができる便利な社会のことを示しております。そのような社会について G 空間社会の第一人者であります東京大学の柴崎先生にいろいろとお話を伺っていこうと。で続きまして11時30分よりお届けするのが、旅と生活を演出する女子地図、女性ならではのストーリーマッピングの可能性です。こちらのステージでは近年女子地図が非常にですね人気を集めているということで、実際に企画制作を行っておりますクリエイターの方、そして旅好きのタレントさんといろいろお話を進めていきたいと思います。ここは非常にガールズパワーな、はい、そんなステージになると思います。続いてですね、12時45分からお届けするのが、G 空間社会を支える宇宙技術、ロケットと人工衛星の仕組みです。こちらのステージでは G 空間社会を支えるインフラとして非常に重要な役割を担っております日本の宇宙技術について、 JAXA の担当者の方に直接お話をお伺いいたします。まだあります。今度はですね、1時45分よりお届けするのが第2回いちものガジェット&アプリ大賞です。こちらのステージでは角川アスキー総合研究所の遠藤氏の独断で決定されました一物ガジェットとアプリを独自の視点からいろいろとご紹介していただこうというものです。さらに午後2時45分からお届けいたしますのが G 空間エクスポ2013ラストのステージ、未来はどうなる、 G 空間社会の予言者が語る。こちらでは G 空間技術を活用した新たな技術、製品など開発中のですね研究者の方から直接ですねいろいろなお話、技術や製品をですね教えていただいて、 G 空間情報が高度に活用された未来の生活についていろいろとお話をいただきます。というようにですね、気になるステージ盛りだくさん、私の休憩時間はほとんどない、興味と好奇心で今日は突っ走っていきたいと思いますので、皆さん一つよろしくお願いいたします。さあそれではですね、早速本日のオープニングステージに移ってまいりましょう。こちらのステージでは私が先ほどからですね何度も言っております、この G 空間社会、これ一体どんな社会を意味するのか、そして G 空間社会の実現で僕たちの未来の生活がどう変わっていくのかという大きなテーマのもと、いろいろと解説をしていただきたいと思います。ではご紹介いたしましょう。東京大学空間情報科学研究センター教授でいらっしゃいます柴崎亮介先生です。どうぞ。皆さんおはようございます。東京大学の柴崎です。先生今日よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、おかけいただきまして、私もちょっとじゃあ座らせていただきます。さあ、早速お話をお伺いしていきたいと思うんですけど、柴崎先生、まずですね、その G 空間社会って多分僕ここに来るまでにもう十数回ぐらい言ってるんですけど、これは一体何なんですか？
G 空間の G って、はい、あのジオとか、はい、グラビティの G でもないんですが、国際的には、はい、ジオスペシャルっていうので、うん、G 空間っていうのは、まあ、割合こうインターナショナルスタンダードになっています、はい、でじゃあ具体的に一体何なのっていう話なんですけども、どんなものにもあるいは誰にもあるいはどんな出来事にもみんなデジタルで位置情報がペタッとつく、あるいはそこからこう、はい、ふわふわふわと立ち上る、うん、そういう社会で、あとはじゃあそうやって立ち上ったふわふわした位置情報をどういうふうに集めてどんなふうにみんなのために使っていくか、そういうことの技術とか科学とかをやっていく、まあ、そんなのがその地理空間情報科学だったり、はい、そういう社会が地理空間社会だったりする、そんなような話です、うん、はい。そのふわふわした情報をですね、まあ、どういうふうに進めていくと、そのどんなこう面白いことが生まれてくるんですか。なんかいろいろとなんかその情報を組み合わせたりとか、何かそういうことが今後進んでくるということなんですよね。ね、ここでちょっと簡単にビデオを見せていただけますか、はい、ちょっと明かりを少し落としていただいた方がよくて、これってしつこく繰り返し訴えているビデオなんですけども、はい、はい、ですね、まあ、まずはみんなの位置情報って結構今プライバシーの問題だとか、スイカの話とかで騒がれています。ですから一個一個見ていくと、まあ、ある種の気持ち悪さはあるんですが、ただ実はこうみんなで集めてみると、これ東京の朝ですね、9時でもうラッシュアワーもう終わってますね。大体大学の先生って10時頃からのこのこと来るので、まあ、この中の一つに入っている、はい、私もこの中に行ってるんですが、で昼ぐらいになるとむしろここにあるディズニーランドなんかの方が目立っちゃったりっていうような状態です。まあ、ただこれだと、ああ東京って混んでてすごいよななんですが、今パッと変わりましたよね。これは災害対応を革命的に変えるって上に書いてありますけれども、3.11 の震災の時にみんな歩いて帰りました。ここの方もここも被害があって大変だったし、私も家までテクテクずっと歩いて帰りましたが、こういうのが基本的にリアルタイムで見れますというわけで、やっぱりこれを見ていくと、鉄道を運営している人もあるいは東京都の方も、まあ、区の方もあるいは消防の方もおそらくこういうのを見て一体何ができるのかってかなり具体的に考えられると思います。例えばこうみんなが歩いてるのを見て、なんかすごい今日多いよねと、でもみんながあとこの後どのぐらい歩かなきゃいけないのか分かれば、やっぱりちょっと店を開けてなんか入れてあげてもいいかもしれない。中では、百貨店なんかで一晩中ずっと開けて中に入れて毛布を配ったり、貯めていた食料とか水を配ったところがありましたけれども、はい、まあ、そんな感じです。あとこれも翌朝になるともう繰り返しになりますけれども、かなり電車が動いたり、まあ概ね元に戻っているね。ただやっぱり電車が動き始めたのも大体一番早いので午後の11時ぐらいからなんですが、そういうのがこう全部見えてればやっぱりこれは自然に連携もできるし、どのぐらいの大きさのどういう災害なのでどう動かなきゃいけないかってパッと分かる、うん、なのでやっぱりこれがあると上になんか革命的に変えるクエスチョンってなってますが、おそらく革命的に効果変わるんじゃない、むしろこんなデータがあるのに革命的に変わらなかったら、これって日本みたいにこれから地震も津波もいっぱい来るところでこれをうまく使えこなせなかったらアホじゃないか、うん、と思っていろいろとこういうデータをどういうふうに解析すればもっと効果的に使えるかなということを、まあ、研究としてはやっています、まあ、ここら辺のところがやっぱり大きなポイントかなと思っているんです ね。なんか日頃のその生活の中で大体私たちっていうのは自分たちのまず、まあ、身の回りの環境のことしか気にしてないんですけど、さっきおっしゃってた通りその震災が起こった時にですね、ほとんど周りの状況がわからないっていう中で、まあ、メッセージのやり取りだったりとか、まあ、そういった直接的なやり取りで、あとは SNS だったりとか、まあ、そういうところで情報を取ってたんですけど、今みたいにこう視覚化して見ることができる、例えば避難場所もここはもう受け入れがいっぱいだけど、こっちだったらもう少し人数の受け入れができるとか、まあ、そういったこととか、まあ、あまり災害は起こってほしくないですけど、もしもそういうことが起こった時にもっともっと活用されるっていうのが一番やっぱり身近なところなのかもしれないですね。そうですね、
特にあのそっちにもあの東京マラソンの絵があるんですけれども、はい、ちょうどここですね。あれも実はツイッターなんかとも組み合わせてあるんですね、はい、でツイッターでもちろんいろんなことわかるんですが、あの両方組み合わせるとすごいんです。なぜかというと、はい、ツイッターってみんなこう言葉でポンポンポンと書くので、本当にどこで何が起きているか確実にじゃあ捕まえられるかって厳しいんですよ。確かに。ところが、まあ、あのマラソンのもそうなんですけど、ここですごく人が溜まってると、これなぜってやった瞬間にそこの地名だとか、はい、時刻だとかをベースにしてツイッターのデータをかき集め始めると、あ、そこはお祭りであって別にあのいきなり消防車が駆けつけていかなくてもいいよと、その逆ももちろんあるわけで、はい、そういうことがまあどんどん分かっていきます。ですからこういうのをベースに他のものもどんどん組み合わせていくっていうのが非常に重要な話になっていきます。複合的に合わせていくというより一層ということですね、はい、これでもあの位置情報が取れるってことは、はい、まあ、多分こう人工衛星から今日は会場の中にもですね、人工衛星の模型があったりすると思うんですけど、これやっぱり衛星が重要な役割を果たしている。はい、そうです。あの一個一個こうデータを取ったりっていうところ、なんかちっちゃな話のような気がしますが、まあ、この絵を見ていただいても分かるようにこれ日本全体ありますというわけで、もっと言うと実は世界全部あると言ってもいいんですね。でそれを支えているのは位置に関して言えば人工衛星で、それであのここの例えば展示ちょっとこっち見ていただくといきなり宇宙衛星測位が G 空間の未来開くってありますけれども、実際に例えば天気予報が気象衛星なしでは成り立たないのと同じように、あのこういう位置情報の利活用っていうのは宇宙のインフラの衛星の、まあ、いわばシステム、大体今から10年ぐらい経つとあの地球上で150機ぐらいがこのために飛ぶっていうふうに言われているんですが、まあ、そのぐらい その規模感があるんです。というのももともとはこういうのってあのちょっとこういうの見るとやばいとか、まあ、セキュリティに使えるよねと思われると思うんですけど、はい、そもそも軍事システムなんですよね。ですからまさに味方がどこにいて敵がどこにいて、はい、それがこう見えて地図の上でよくあのいわゆるハリウッド系の戦争映画で必ず、はい、絶対出てきますね、指揮者がこうやってこうなんか、はい、見てますよね。まさにああいうのがだんだん外へ出てきて、あれをそのどっかの軍隊が使うだけじゃなく社会全体で見ることができればもっといろんなことができるよね、うん、そういうふうになって、まあ、そんな仕組みの中で動いているものです、ね、ちょうどあちらにもありますけどね、展示されております順天頂衛星、はい、ね、導き、これがちょっと今私たちの一つ身近な話題になっている部分の衛星かなというふうに思うんですけど、はい、あの出だしはアメリカが始めたんですが、まあ、対抗上すぐソビエトとかロシアが始めて、うん、でしばらく二強がずっと続いていましたけれども、やっぱり軍事的にもすごく良かったし、はい、まあ、彼らにしてはね、うん、あとはやっぱり民生というか産業的にもすごくこう広がってきたので、はい、もう今どんどん参入していて、うん、ヨーロッパもやってるし中国が今この辺で一番進んでます、ね、あと日本もインドも全部入ってると、はい、そんな状態です。ちなみにあのその位置情報っていうのは基本的に、はい、まあ、外だけっていうことなんですか。はい、そうです、そうです、ありがとうございます、はい、あのそうなんです、衛星は世界中どこでもいいんだけど、あの屋内に入っちゃうとダメ、ダメ、ね、だからそれをいかにカバーするかっていうので、なんか電波が出てると手がかりになるので、はい、それを捕まえるのに一つはあの Wi-Fi の電波でいっぱい飛んでます。なるほど、それを使えないか、うんうん、そういうのであのどこにどのぐらい人が溜まってるかっていうのが逆に分かるので、それもそこに展示ありますよね、はい、どこが混んでるかと、はい、というのがありますし、あとは Wi-Fi もいいけど、例えばあの GPS の電波みたいなのを屋内でこう吹けばいいんじゃないの、あというアイデアも、なるほどなるほど、いわばその疑似的な GPS を屋内に設置しようと、まあ、衛星をこうやって吊るすわけにはいかないので、確かに、なんかちっちゃな発信機に変えておくんですが、はい、そういう技術もあります。あとは日本のもう一つ得意なので、あのいわば LED のこう照明、はい、ああいうの そのピカピカ、あれがチカチカしてるんですが、あれを使って位置をあの教えてあげようと。あれは、ね、高速で点滅してるんですよ、実は。そうです、そうです、あのよくほら携帯でちょっとアドレス交換しましょうとかってこう赤外線通信とか、はいはい、今いまいちですが昔よくやってましたよね、はいはい、あれまさにあのチカチカしてるんですよね、チカチカチカ、なるほど、照明が目に見えないぐらいチカチカして、うん、このその下にいると今あのステージの前ですとか、あ今これやってますよ、なるほど、そういったことも、はい、なんかあの自分もカーナビで
以前びっくりしたんですけど、はい、外を例えば走ってて、はい、でちょうど渋谷の、渋谷公会堂の前の、まあ、公共駐車場があるんですけど、はい、あそこの駐車場でスロープの下に入った瞬間に、ナビの情報が駐車場の絵に変わったんですか、はいはい、あの駐車スペースが表示されていて、で初期の頃はまだ駐車場の地図しか出てなかったんですけど、最近だとここが空車とか、はい、位置が分かるようなものとかっていうのも実は出てきていて、そうですね、これもですからさっき言った、まあ、その衛星の情報とそれは Wi-Fi なり多分その駐車場のセンサーでしょうけど、はい、ここから組み合わせるとなんかすごくもっともっとより活用できるような感じになってきてるんだなっていうのは感じてましたけど、はいはい、先生それは間違ってないですか。細かく技術に言うと、まだこれっていろんなところで使われてるってことじゃなくて、もちろんこういうところだとか、はい、あと、ショッピングモールだとかで一部 Wi-Fi なんか出てるんですけどね、まだこれからなんですが、車の場合はね、うん、やっぱりあのタイヤがついてるので、タイヤが何回カウントしたかで何メーター進み、こうハンドル切ったから90度曲がったよねとか、そういうので、いわばそのデッドレコニングっていうんですが、目隠ししても、そこそこ車って自分がどう動いたか分かるんですよ、うんうん、だから GPS が切れたぞって言った瞬間に、あ、これひょっとして屋内かもって考え始めて、うん、で、その地図を合わせていくと駐車場の入り口が近くて、そこでいきなりグググググッと右に曲がったので右折して入ったんだ、これは駐車場だって言って慌てて駐車場の地図をパカッと出すと、そういうことなんですね。です人間の場合はなかなかね、あの補足してもいいんですけど、はい、うんうん、右に90度とかってぴったり曲がれないでしょ。確かに。なんであのやっぱりこういうこうなんか電波とかの、まあ車もね面白いんですけど、駐車場の中にじーっと止まってるとだんだん自分自身がどっち向いてたか分かんなくなるんですよ。磁石がこう動くみたいな。なるほど。なので出ていくときにはなんか違うところへポコッと出たりとか、うん、その地図上で、はい、そういうことが時々起きます、うん、はい、だからそれがないようにあの屋内でも時々ここはどうだよとかってピッピッと教えてあげるとすごく役に立ちます、ね、はい、まあ、今言葉でいろんなお話をしてるんですけど、この科学未来館の中でそういったあの地理情報をですね楽しむちょっとまあアトラクションみたいなのがあるんですよね。はい、そうです。それはぜひあのこの後行っていただきたいんですが、3階に穴蔵の歌っていうのがあって、はい、まあ、まさにそこは入ると全員位置情報を足跡として残していく、はい、でかつ残すだけじゃなくてそれを実はみんなで集めると、手をつなぐんですけども、集めるといろいろ面白いゲームが始まったり、うん、あのお祭りが始まったりするんですね。お祭り、ね、もう、はい、だからまさにデータが取れてそれをみんなで集めてちゃんとうまく使えるようにすると、いや、いいことあるよねっていう、それをまさに体現するイベントというか、はい、まあ、仕組みなんですが、ね、はい、まあ、じゃあここでですね、見てください、はい、この穴蔵の歌の企画に携わっていらっしゃいます、日本科学未来館の科学コミュニケーターであります小沢敦さんにちょっとご登場いただいてお話をお伺いしたいと思います。小沢さん、どうぞ。よろしくお願いいたします。科学コミュニケーター小沢と申します。よろしくお願いいたします、はいはい、小沢さんですね、多分ちょっとそこだとマイクが羽織るかもしれないので、もうちょっとこちら側に、ね、はい、もし来ていただいて、はい、ありがとうございます。じゃあ早速なんですけど、今ちょっとご紹介ありました穴蔵の歌、これについて教えていただけますか。はい、はい、今おっしゃっていただいた穴蔵の歌というのは、未来館の常設展示の3階の、奥の方にあります展示コーナーの名前なんですね。で、あの先ほどから話題になっている、G 空間社会というものの、まあ、元になるというか、基盤をなす空間情報科学という科学技術をテーマにした展示物になります。であの言葉で説明するよりもですね、実際 の, その展示の模様を、映像で見ていただいた方がきっと理解が進むと思いますので、はい、まずはビデオを見ていただきたいと思います、はい。
ですね、まさにこのようなちょっと季節な展示なんですけども、あの、はい、これ実際にあるんですね、未来館の中に。これね、あの、何階ですか、未来館の。3階にあります。3階に、はい、なんか今見てるとちょっとこうオズの魔法使いの世界でなんか CG を使ってるんですかって今思ったんですけど、そうじゃないんですもんね、これね。あ、はい、あの、これはですね、あの、空間全体が、あの、プロジェクションを使って、はい、仮想の空間を作り上げてるんですね。なるほど。実際に、あの、今僕が映像を見て自分で理解した範囲でいきますと、はい、人がいるとその下に何かこうその人にくっついてくるアバターみたいな映像が、はい、映ってて、はい、この人に追随してるっていうところなんですけど、はい、ちょっと仕組みそのものを詳しく教えていただけますか。じゃあ、はい、まさにこれアバターそのもの、ちょっと今はあのなくなっちゃったんですけども、はい、この中に入ると人の真下にですね、自分のアバターっていうか自分の情報そのものが出てくるんですね、はい、この仕組みはどうなっているかというと、あの、この空間の中に、展示空間の中に入ればその人が何をしているか、どこに行ったか、まあ、その人の状態とかも含めまして空間自身がそれを把握してるんですね、はい、ですから、どのこの中にこういろんな展示物があるんですが、どの展示をどういう順番で見て、何をしているのかというのが空間が常に理解して認識しているんですね。で、あの、それの象徴的なものが、あの、下に現れる、丸っこいこれ、ミーと我々は呼んでるんですけども、はい、アバターであったり、あるいは自分自身のナビゲーターであったりするわけですね。なんか見てるとたまになんか手つないでるとか、そうですね、アバターとミー同士で手をなんか手をつないでたりとか、はい、なんかそうするとなんかいろいろ始まってますけど、これはどうやってこうなってくるんですか。あ、はい、あの、多分この実際、あの、こ、あの、G空間社会の近未来には自分の情報が、あの、例えば僕とその太郎さんが、はい、あの、直接やり取りするというよりも、もしかして先に自分のアバター同士が先に